ノムシルの Web3 の世界仮想通貨入門2危機物語仮想通貨入門講座第2回ブロックチェーン技術の基本こんにちは今日はブロックチェーン技術という言葉を聞いたことがあるけれどそれが何なのかどういう意味があるのか 難ししそうと感じている方向けに、かりやすす。く解説しますブロックチェーンは仮想通貨特にビットコインと密接に関連していますがそれだけではありませんでは一緒にブロックチェーンの世界を探ってみましょうブロックチェーンとはブロックチェーンはその名の通り ブロックとチェーンで構成されていますここでいうブロックとは情報の塊のことそしてそれらがチェーンのように次々とつながっている形をしていますこの技術の最大の特徴は中央の管理者がいなくてもデータの改ざんが非常に困難であることですこれがブロックチェーンの提供する信頼性の根源です どうやってて動いているのブロックチェーンの動きはシンプルですが非常に賢い仕組みになっています新しい情報トランザクションが発生するとそれは1つのブロックに追加されますこのブロックは前のブロックとつながり一連のチェーンを形成しますブロックがチェーンに加わるにはネットワーク上の参加者の承認が必要でこれが 分散型の特徴を生み出していますブロックチェーンの利点は改ざん防止一度ブロックに情報が加わるとそれを変更するのは非常に困難ですこれによりデータの信頼性が高まります透明性ブロックチェーンの上で行われる全てのトランザクションは 参加している誰もが見ることができます。これにより、透明性が保たれます。中央集権の排除中央の管理者が不要になるため、システムの運営コストを削減できます。ブロックチェーンの応用例はブロックチェーン技術は、仮想通貨の世界を超えて、様々な分野で応用されています。 例えばスマートコントラクト契約条件が満たされた時に自動的に実行される契約サプライチェーン管理製品の製造から消費者に届くまでの過程を透明に追跡デジタルアイデンティティ個人の身元情報を安全に管理まとめると ブロックチェーン技術はデジタル情報を安全にかつ透明に管理する新しい方法を提供します仮想通貨だけでなく多くの業界でその可能性が探求されており私たちの生活に大きな変化をもたらす可能性を秘めています複雑に思えるかもしれませんがブロックチェーンは基本的には情報を安全にかつ公正に共有するためのツールです この技術が今後どのように進化し私たちの社会をどのように変えていくのか非常に楽しみですね。